金魚が元気になる怪しい薬ラズベリーっぽい香りが風がこんにちは、ジア金魚です。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。今日はですね、ドッキリをしたいと思います。ちょっと大丈夫？君の動きにドッキリだよ。我が家は、私と主人の二人暮らしで、普段の金魚たちのお世話はほとんど私の方でやっております。金魚を飼おうっていうふうに言い始めたのはお互いなんですが、私の方がどんどんハマってしまって、気がついたら私がこのように占領していたという感じなんですね。いろいろ調べて情報を集めていくうちに、この PSB というものを買ってみました。ちょっと使ってます。これをお持ちの方はお分かりかと思いますが、いい匂いがするじゃないですか。で、ご存じない方のためにですね、この辺に匂いのイメージを出しておきますね。こんな感じなんですよ、匂い的には。今開けたくないです。本当開けたくないです。でね、主人も金魚は大好きで私のようにハマってはいるんですが、どんな設備がいいとか、こういう PSB みたいな金魚を元気にするものがあるとか、そういうところまでは知らない、周辺知識はそこまでないので、私のね、演技力で鮮やかに誘導をして、この PSB ちょっと匂いを嗅いでもらって反応を見てみたいなと思います。きっとね、面白い反応をしてくれるんじゃないのかなと思いますので、楽しんでいってください。手をさ、取らずにさ、増やそうかなって。いいじゃん。あー、すごい。そうね。あ、いっぱい出てきた。何これ、うんちだよ、全部。あ、うんちか。ポンポンポンってやってごらん。ポンポンポン？それはね、こうするの。あ、気をつけてよ、それ。層が揺れてる。あ、危ない。相当、縦にもう一回やるかな。じゃあ、変えた。資料庫をここに、ここと か, なんか汚く見えるけど、綺麗なの。守りいいかな。どこ、どうやって？もうビシャって。こうやって？ペットボトルの蓋いっぱいぐらい入れてもらえたら。あ、このキャップ一回分入れれば。ここにもう入れていいの？あ、入れていい。なんかすごいね、いい匂いするんだよ。いい匂いするか。なんかね、ラズベリーっぽい。ラズベリーっぽい。ラズベリーっぽい香りが。あ、この色だからね。そうそうそう。嗅いでみて。あ、くせっ。じゃあ一回閉める。閉めていいよ。風がさ、これ、汗かいて、汗かいてきちゃった。で、こってりました。大丈夫なの？これ、金魚。金魚大丈夫？大丈夫。死んじゃうんじゃないの？金魚はこれが好きなんだよ。金魚これが好きなの？そっか。物好きだよね、金魚って。じゃあこれもう一回じゃあ。もう一回。殺しちゃけなきゃいけない。家の中でよくやるわ。
一杯ね。手についちゃったよ。もういいね。いい、ありがとう。早く水出しなよ、もう。なんでこんなことやらせんだよ。自分の YouTube でしょ。すごい。外でやらなきゃダメだよ、外で。こんなのもう。バッファローがひっくり返っちゃってるよ。すごい臭さだったね。はい、せーの、無事に水替え終わりました。ご視聴ありがとうございました。はい。